皆さんこんにちは。今回は山桃の剪定について取り上げてみたいと思います。山桃は大きくなりたがる木ですので、毎年きちんと手を入れていても年々どうしても大きくなっていってしまいます。予算や時間の都合で刈り込みなどの手入れだけで済ましていると、中に枯れ枝が増えてしまいます。木の内部の小さな枝がなくなってしまうので、木全体を切り戻して小さくしようとしても切り戻せる枝がなくなってしまいます。小さな枝か葉っぱのあるところまで詰めようとしても、せいぜいこのぐらいまでしか切り戻しができません。切り戻し剪定を有効にするためには、せめて数年に一度は内部の忌み枝などを整理して中に日が入るようにしなければなりません。中に日が入るようになれば、現在ある例えばこのような小枝を枯らすことなく生かすことができるわけです。将来的に例えば極端な話、この太い方を切り落としてこの小さい枝に切り替えていくということが可能になります。今回はこの内部に火を入れるということに主眼を置いて、この木を題材にして解説していきます。まずは剪定の基本でもある忌み枝の切除から参りましょう。最初の例は忌み枝の中でも交差枝と呼ばれるものです。この赤い枝と青い枝がここで交差していますね。このような忌み枝はコジットに従ってきちんと付け根で切り取ってください。これも交差枝ですね。この妙な生え方をしている赤い枝と青い枝がここで交差しています。このような切りやすいところで雑に切らずに、きちんと付け根で切ってください。こちらの例は交差枝というよりは絡み枝かもしれませんね。絡み枝を放置しておくと、接している部分が癒着してしまい、後で切り離せなくなる場合があります。癒着する一歩手前だったようです。ここにある細い枝は木の外の方へ出ていかず、右側の幹の方に向かって生えています。このように木の内側に向かって生えている枝を逆さ枝と言います。放置して太くなってしまわないうちに、気がついたら早めに処理します。ところでこの木の上の方に登っていくと、かなり木が傷んでいることがわかります。ここなどは今にもちぎれて折れてしまいそうです。このようなひどい傷跡は強剪定を繰り返した木によく見られます。ここなどはおそらく立ち枝の太いものを切ったのだと思います。こちらも同様に立ち枝が太くなってしまってから切ったのだと思います。このように木を傷めないためには、忌み枝はなるべく早い時期に切除しなければなりません。太くなってから切ると傷口が大きくなり、そこから腐朽菌が入って木が腐れます。こんなに太くなってしまってから忌み枝を切るのは嫌ですが、このまま放っておいてはどんどん木も大きくなってしまうので仕方なく切ります。こうならないために1年でも早く忌み枝を見つけて処理してほしいものです。このような少し太めの枝を落とすのを
植木屋でも初心者はためらいますが、それはこれが不要な枝であるということに確信が持てないからです。切ったら穴が開いてしまうからなどとつまらぬ言い訳をしているうちは、剪定の基本もできていないということです。イミ枝が将来的にどう災いするのかを理解し、早めに取り除く技術を身につけなければなりません。せめてこのくらいの太さの段階で切除したいものです。逆さ枝、立ち枝もしくは逆さ枝、そしてこの先で交差枝というように唱えながらやるのも上達の早道かもしれません。樹幹には強い枝がたくさん出ますので、弱い脇枝に切り戻して樹勢を分散させます。余談ですが、このような大きなこんもりした木のてっぺんに登ると、押し寄せる枝葉の海原に圧倒されて樹幹の中心というものを見失いがちです。慣れないうちは木の中心と思える位置に目印を置いて遠くから眺めて確認すると良いでしょう。この印のあるところがこの木の一番高いところとなるように形を作っていけばよいわけです。今回はイミ枝の話を中心にお届けしました。細かい剪定の方法についてはまた機会がありましたらアップしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。